この本で書かれているのが、思考を効果的に用いた課題解決方法っていうコーナーがあって、うん、MBTI における思考、うん、思考っていうのは、まあ、S か N か F か T かっていうことですね。MBTI における思考の考え方は、まあ、このまま読みますね。個人やチームの課題解決や意思決定において有効な手がかりを提示してくれます、うん、思考を効果的に用いるという方法は一見簡単そうですが、実際その通りに行うのは難しいですよと、うん、人は自然と思考しない方の機能、これは第三機能と劣等機能と書いてあります、うんうん、人は自然と思考しない方の機能を使うことを省く傾向があるよと、うんうんうん、なんで人は第三機能と劣等機能を使わないと書いてあるんですね、うんうんうん、で意思決定のプロセスは通常自分が最も思考する主機能に重きが置かれ、思考しない機能は無視することで行われますと。しかし全ての機能を意識的に使えばより良い決定を得られるようになりますと。これを意識的に使う方法っていうのが書いてあったんですね。あ、意識的に使う方法というか、意識的に使うための質問、うん、なので例えば自分が感覚機能が S の機能が第三機能、うん、もしくは劣等機能の場合、うん、そんな方は、うん、まあ、困った時ですね、主に、うんうん、どのような経緯を得て、うん、今の状況に至りましたか、うん、立証できる事実は何ですか、うん、今の状況は正確に言うとどうなっていますか、うん、誰によってどのような対処が今までなされてきましたか、うんうん、今までやった方法は何で、うん、うまくいった方法はどれですか、うん、っていうのを考えるようにしましょうと、うん、で、じゃあ次、直感機能、 N の機能が第三機能か、うん、劣等機能の場合の方にが何か困った時に質問というか考えたいこと、さまざまな事実からどのような解釈が可能か、この状況から洞察できることやひらめくこと、ピンとくることは何か、何の制約もなかったらどんな可能性が考えられますか、他に探求できる方向性や領域はありませんか、うん、この問題と類似することはありませんか、うん、っていうことを考えてみましょう、うん、で、思考機能が、うん、第三機能か劣等機能の場合は、うん、それぞれの選択肢のメリットとデメリットは何かを考えましょうと、うん、で、それぞれの事柄における論理的な解決方法は何ですか、うん、満たすべき客観的基準は何ですか、うん、それぞれの選択肢にかかるコストはどのくらいですか、うん、最も理にかなっている施策は何ですか、うん、っていうことを考えましょう、うんうん、で、感情機能が、うん、第三機能か劣等機能の場合、うん、この結果は人々やこれからの道筋に、うん、そして組織にどのような影響をもたらしますか、うん、に、それぞれの選択肢に対する自分の気持ちはどうですか、うん、好きか嫌いか、うん、快か不快か、うん、で、それぞれの選択肢に対して人々はどう感じどう反応しますか、で、選択の背景にある尊重すべき価値は何か、うん、で、その課題解決の実行に関与しているのは誰か、うん、っていうのを感情機能が第三機能、劣等機能の場合は考えるようにしましょう、うん、なんてことが書かれています、はい、で、うん、まあ、これを知った上で、次の
ステップに沿って進めていくといいでしょうと、うん、内向の人は各ステップを一人で内省して考えるときに時間を持つ、うん、E の人は次のことに移る前に各ステップについて話し合うなんていうことが書かれています、うん、っていうのをやることで人は、まあ、ここにも書いてあるんですね、その人の思考に関わらずどのような役割でも果たせますと、うんうん、みんなそう、僕だって論理的に考えることはできる、できるんですよ、そうなんですよ、うん、ちゃんとプレゼンとかも、うん、ちゃんとこなすときはこなすんですよ、うん、苦手だって思って掴んでるんですよ、まさしく、うん、でして思考によって、思考っていうのは、うん、自分のタイプによって特定のやり方の方に惹かれていく傾向はあるが、うん、その自分の思考を自由に表現できる方法が取れているときに持ち味をより発揮できると言われていますと、うん、自分の思考タイプが表現できなかったり、自分のタイプが必要とされてないことを長時間続けなければならない状況下では効率が上がらなかったり燃え尽きてしまうことはありますが、それはもう状況に応じてそのやらなければやらないことをやるっていうのは皆さんできることだよと、うん、なのでまあ今お話ししたようなこの苦手なタイプとかも、苦手なタイプというか、はい、まあ、苦手な持ってない部分ですね、皆さん使ってない部分、うん、そうですね、第三機能と熱湯機能は省く傾向があると言われているので、うんうん、それを使っていければな、なんてみんな掴みに行く感じがしますよね、なんかこうタイプ診断とかして自分はこれだからとかってなると、まあ、これだからはあまり良くないかもしれないですね、うん、まあ、良くないっていう、僕も良くないんですけど、うん、なんでもただね、気持ちは分かるんですよね、うん、エニアグラムの時僕そうだったので、うんうんうん、何タイプなんだよって、うんうん、って思っていたんですけど、今考えるとで、なんかそっちに偏る感じがするじゃないですか、あとまあ、うん、それが言い訳になるというか、うん、あのまあ自分はこのタイプだからみたいな、はい、それはすごい感じます、うん、はい、で思考タイプの人はより思考になっていくみたいな、はい、だから本当は逆ですよって感じですよね、今の話でいくと、そうですね、使ってない部分をより使った方がいいですよ、バランスが取れて、うん、ということなんだと思います、うんうん、なんていうのをね、うん、感じた、うん、今日この頃でございますと、うん、